よーし、疲れました。パテモソ教会、ただいま11時15分、パテモソ教会本日朝の5時からウォーキングを始めまして、6時過ぎに帰ってまいりました。そしてその足で、猫のトイレの掃除と餌をやり、あ、餌は最初にやったか、7時前から前の家に行き、1階のキッチンの大掃除をしておりました。そしてゴミ捨てをして、買い物をして、そしていろいろと用事を済まして帰ってきて、料理の、ちょっと晩酌、今夜の晩酌、もしくは明日の晩酌の準備をちょっとね、下ごしらえするものがございましたので、それをやりまして、そしてただいま11時過ぎまして、昼飯でございます。ありがとうございます。長いな、前の講釈が長すぎる。はい、というわけでね、本当は月曜日の唐揚げ弁当を食べたかったんですけども、12時からなんて、私も朝からの朝活半端なく疲れるぐらいやってますので、もう無理ですんで、なのでスーパー行って買ってまいりました。スーパーの400円の唐揚げ弁当、前は300円ぐらいやったんですけども、高くなりました。そして久々に食べたいと思ったブータキムチ、スーパーカップブータキムチで、これでお昼ご飯行きたいと思います。ありがとうございます。今日も暑いですね。はい、食べよう。 あとこれにね、コロッケ買うてきました。コロッケも値上がりしてんやけど、35円ぐらいだったのにさ、3つで100円ぐらいで売ってたのにさ、4つで200円みたいな、これ213円だけど、値上がり、何にもかも値上がりで、札幌一番塩ラーメン売り切れてました。500なんぼで、すごいね。ギョギョギョって言いました。はい、コロッケ1個食べよう。どうしたっけかな、残りのコロッケはまた晩でも買おうかな。あー、もう食べれたな。一回結構片付けたんで、もう今日だいぶ終わりに近づいてますよ。まだまあ、いろいろと解体せなあかんものとかもあるんですけど、だいぶ倉庫借りたことによって荷物も運べるようになったんで、いやだいぶ近づいたな。でもまだ時間かかる。でもまだ時間がかかります。はい。スーパーカップお湯を入れて、ただいま2分30秒。もう十分でしょう。2分35秒かな。よし。今日はまたスマホで撮ってます。休日ですんでね、もうパソコンで編集したくないので、音の方が響いておりますけども、そのままリンコ、もめリンコ。スーパーカップ豚キムチ久々やな。スーパーカップは私は醤油か普通のやつね、豚キムチか豚骨ラーメンが好きですね。こんな感じです。もう中年パテモソ日記の動画も今撮ってるんですけど、次はね、結構料理になりますかね、パテモソ料理動画、なると思います。最近ね、よく料理してますね。いただきマモス、食べよう。スーパーカップはね、170円ぐらいしました。ほんと高くなってる。レモンうまい。久々にカップ麺食ってるような気がするんだけど、気のせいかな。最近あんまカップ麺食うてない気がするんだよな。なんかすごい懐かしい。買ってないっていうのもあるんだけどな。うん、うん、うまい。結構このコシのある麺がうまい。うん、コロッケいただきます。うん、あ、もうレモンサワー飲んでます。ちなみにもう終わり。もう今日は今もうバテる。これじゃったら昼間なんかね、昼間の作業はもう無理ですよ。
うん、うまいわ。これでももう550円ぐらいね、もっとか、600円弱ですよ。安いっちゃ安いですよ。でも昔考えたらさ、この弁当は350円ぐらいだった。スーパーカップも100円ぐらいだったでしょ。120円でしょ。500円切ってたよな、これでな。コロッケは別としてやる。2割ぐらい上がってますよ、金額。2割ですよ。ね、給料2割上がったらどうしますか。30万円で36万円ですよ、給料。40万円で48万円ですよ。でかいよね。でも支払いはそんなに増えてるんですよ、給料上がってないのに。2割ぐらい上がってるよな。電気代も上がってるし、何もかもだよ。どういうつもりなんでしょうね、日本国をね、動かしてるやつらは。勘弁してくださいよ。このコロッケはご飯とはね、甘くないから、うん、うまっ。皆さん定食屋さんとか行くと何頼みますか。私結構やっぱりね、カツとか唐揚げを頼んでしまうんですよ。野菜炒めとか、例えば豚キムチがあって豚キムチを頼まないし、生姜焼きとかも頼まない。どうというと、日替わりとか毎日食うてる人とかって、まあ、もう今日も日替わりっていうのもありかもしれんけどね、日替わりも頼まんし、ミックスフライ定食なんか俺まず頼まないですね。ミックスフライ定食結構頼む人多いよね。俺知ってる範囲では結構多いんですよ。俺あんま食べへんな、あれな。大体カツか唐揚げ、まあ、普段見てもらっても分かると思うんですけど、カツと唐揚げ。あとヤギ魚の定食とかも頼まんな。やっぱ肉食いたいもん。外で食うな、肉食いたいもん。冷や飯うまいね。今日はもう、まあ、この後ゲームをちょっとしようかな。配信はせんかもしれんけど、まあでも配信するかな。寝てまいそうなんですよ。とりあえずシャワーみたい。めっちゃ汚れたから。汗もたっぷりかいたし、あ
でお風呂入ってシャワー浴びて、お風呂とかシャワー浴びて、もうお酒はいいかな、お米いっぱいで、最近ほんま先ほどね飲まなくなってるんですよ、量を。一缶で十分飲んだところで、配信とかすると3杯とか飲んじゃうけど、一人いるってあんま飲まない、飲まなくなって、あんま飲まない、全然飲まないわけじゃないよ、飲む量が減ったね。コロッケ分1個余ったな、唐揚げが。コロッケでご飯食べてもらったから、まだ朝の出来立てやったんで美味しい、竜田揚げみたいな唐揚げも。まあまあだけど、食生活は、あれ晩飯食うじゃないか、あんまり、昨日は食うだけど。体重はね、増えない。体重計最近持ってきたんやけど、体重が増えなくなったというか、ちょっと減ってるね、また。あ、先週の周年パでもその日記見てもらったら分かると思うんですけど、先週というか1週間前の昨日投稿したやつよ、そのやつよりもっと前、もう1個前、人間ドックで私体重66キロやったんですよ。66キロ台で、今日朝乗ったら65キロ台やったもんな。びっくりした、まだ下がるかみたいな、人よりは食うてるはずやな、イカスイマジックでね、ストーンって出ちゃってるのかな。まあ、エネルギーそんだけ消費してんやろな。でもタニタの体脂肪も測れる、体脂肪は 15% ぐらいですけど、あの体脂肪を測れるやつで、1日の消費カロリーって出るんですよ。1500キロキャロリーになってました。体重計で1日の消費キャロリーって分かんの？でもね、体重をしてる割にいろんな数値は標準とか出るんですけど、どういうことなんでしょう。一応なんか標準ですわ、書いてある標準見ると、出てくる、画面に出てくる表示ね。さあ、水シャワー浴びよう、暑いし。まあ、暑いでもクーラー効いてますけどね、まあ、汗かいてないから今の分かると思いますけど、はい。というわけでパテモス協会、本日はスーパーの、400円唐揚げ弁当とスーパーキャップ豚キムチでございました。豚キムチラーメンでございました。ごちそうさまでした。今日からお仕事の方々頑張ってください。で、私はこの後ちょっとゆっくりさせていただきたいなと思います。というわけで、まあ夜はないかな、もう、また気が向いた動画撮りたいと思います。ほな。